群馬選挙区から立候補いたしました日本共産党の棚橋節子です。私が政治に向き合ったのは保育士を前橋でしていた時でした。福祉や保育、教育、人間が生きるために必要な予算を削りながら軍事費を増やしていく、これはおかしいなと思ったんです。このおかしな政治を何とかして変えたい、それができるのが日本共産党だと思って活動してきました。私はこれまで子どもの医療費の無料化を拡大させる運動とか、小中学校の少人数学級を実現したり、核兵器を世界からなくそうという平和運動などにも携わってきて、草の根で力を合わせれば政治を動かすことができるという体験をしてきました。前橋市議会議員の時、介護や国民健康保険、障害者福祉の負担が重くて暮らせないという住民の声がたくさん寄せられて、この声に応えるためには国の制度を根本的に変えることが必要だと思ってきました。今、日本共産党の暮らし雇用対策委員長として住民の皆さんにお話を伺っています。年金が下がって暮らせない、障害を持つ子どもの将来が心配、消費税が上がったら廃業しかない、こういう声や安定した仕事が見つからない、真面目に働いても自立できないという若者の声も聞きました。今心を病む若者も増えています。こうした声に安倍自民党政権は向き合うどころか、ますます社会保障を悪くして負担を増やし、雇用環境も悪く変えようとしています。消費税増税も増やそうとしています。こうした皆さんの苦しみに心を寄せて、ご一緒に政治を変えていきたい、憲法を生かした国民が主人公の社会、人間らしく働き命を守ることを一番に考える、そういう政治に変えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。